君だったのね。ごめんなさい、風鈴の音が涼しげだったからぼーっとしちゃってたみたい。君も少し涼んでいったらどう？風鈴の音っていいわよね。涼しくなれるし、木陰で風鈴の音を聞いてるだけで気持ちよくなってくるでしょ。部室に置いたらみんなで涼しくなれる？そうね、それならこの風鈴を部室に持っていこうかしら。そういえば風鈴って制作体験をやっていたりするのよね。みんなで風鈴を作りに行ってみたら楽しそう。その時はもちろん君も一緒にね。みんなはどんな風鈴を作るのかしら。私？そうね、ミューズのみんなをイメージした風鈴なんてあったら素敵じゃない？君が作る風鈴も楽しみにしてるわね。感謝の気持ちを届けたいから。